王様。どうした、逃げ出したローマ城を見つけたのか。はっ、怪しいものを片っ端から捕らえてきました。若者、ただのばあさんを集めてどうする。もう一度探してかい。それが保証から報告が入ったのですが、反乱軍と思われる部隊がこちらへ向かってきておりまして。なんだと。なぜこんなところに反乱軍が。いかがしましょう、応援を要請しますか。いや、落ち着け。俺は手柄を挙げる好機かもしれん。は？残る魔女はあと一人、じきに見つかるだろう。それに加えて反乱軍の掃討もなしたとなれば、昇進も夢ではない。よし、応援は呼ばなくてよい。我々だけで打って出るとしよう。指示をくれるかい。任せといて。僕も出撃する。よし、行こう。さて、よし、出撃する。標的は誰。必ず功績を挙げるんだ。行ってみるよ。お呼びですか。進もう。僕に挑むな。お手並み拝見だね。よくも里で好き放題してくれたね、ゼノイラ軍。観念しな、魔力を乗せるよ。俺が相手だ。氷よ。因縁。凍れ。若い子にも負けないよ。こんなものかい。魔女の力見せてあげる。すぐに向かうわ。狙いは互い。好きにはさせない。このまま行こう。まだまだ精進せねばなりませんな。やったぞ。撃ち抜く。さあ来い。勝利を積み重ねよう。僕をどう使うの？うん、よくわからないけど何か拾ったよ。覚悟しなさい。行きなさい。させるな。俺が相手。こう
調だね。どう料理してやろうかね。やりすぎたかしら。こんなものかい。いいよ、命令して行ってみるよ。標的は誰だ。どう出るべきか。向かおう。出番か。了解しました。お呼びですか。はい。魔女の力見せてあげる。ええ、この位置はまずいぞ。良くない状況だ。了解しました。何か手は。進もう。考えるんだ。よし、着きました。いいものを手に入れた。必ず功績をあげるんだ。うん、行くよ。すぐに向かうわ。好きにはさせない。やったぞ。補給しておきたいな。了解しました。どう出るべきか。向かおう。覚悟しなさい。見せてあげる。ええ、制圧した。どう料理してやろうかね。切り裂け、切り刻む、切り裂け、氷いてっけ。これが最後だ。やりすぎたかしら。魔力を使いすぎたわ。指示をくれるかい。僕をどう使うの。僕もそれがいいと思う。褒めてもらういい機会だ。褒めてくれてもいいけど。よし、僕だってこれくらいできるんだ。いいよ、命令して。うん、一時撤退する。士気が高まってきたな。灰になっても知らないからね。報酬も弾んでもらわねえとな。必ず功績をあげるんだ。行ってみるよ。僕に挑むなんて。このまま灰になっても知らないからね。おりゃ、うわ、無駄だ。おりゃ、恥ずかしい。僕だってやればできるんだ。見てたかな。僕をどう使うの。僕もそれがいいと思う。僕に挑むなんていい度胸だね。僕の活躍見てくれた。これが僕の力だ。灰になっても知らないからね。守ってみせる。引き裂ける。
行くぞ。狙われている。どう出るべきか。俺が相手だ。積み重ねよう。考えるんだ。よし、到着した。行くよ。任せといて。拠点を一つ押さえたわよ。指示をくれるかい？危険だ。どう出るべきか。到着しました。私の出番でしょうか。行きます。僕をどう使うの？行ってみるよ。狙われている。どう出るべきか。助かった。考えるんだ。どうもありがとう。さて、向かおう。勝利を我らに。応急処置ですが。ラップだすな。神のお導きを。進みましょう。負けませんよ。援護します。これで安心ですね。祈りを捧げます。これはありがたい。作戦時間が残り半分だ。みんな頑張ってくれ。バカな。そんな触れさせますか。はずじゃ。回復します。まだやれる。よし、私の出番でしょうか。感謝する。いいよ。
命令して。行くよ。ええ。さあ来い。私が立ち抜け。大丈夫ですか。よし、体力の限界だ。どう出るべきか。神のお導きを。僕をどう使うの。はい。さて、私の出番でしょうか。どうもありがとう。必ず功績をあげるんだ。僕もそれがいいと思う。僕に挑むなんていい度胸だね。貴様らにはわしの出世の足がかりとなってもらうぞ。いいよ、命令して。お手並み拝見だね。あんたが敵将かい。里はおとなしく返してもらうよ。ん？他にもまだ魔女がいたと。普段のローマ女とは違うようだが、お前も捕らえて連行してやろう。そこだ。魔力を乗せるよ。乗せるか、バカ者。凍ってみるか。氷結。まだまだ現役さ。どう料理してやろうかね。支援するよ。支援させていただきます。やりすぎたかしら。もっと頼っていいんだぜ。勝利にまた近づいたわ。まだ成長できるもんだね。順調だね。それで、佐藤佐殿はどちらに。まだ気づかないのかい。まだまだ青いね、ホドリック坊や。その呼び名、まさか宮廷魔術師のイアーナ様。そんなバカな。私が幼い頃にお会いした時はもっと、年老いていた。そう言いたいのだろう。元の姿じゃ誰が佐藤坂一目瞭然だからね。動きも鈍いし、それで魔術で若返ったのさ。代わりに多少魔力も劣るけど。な
あんた、そのようなことが可能だとは。師匠に教わった秘術中の秘術さ。そう誰にでも真似できないよ。改めてアレイン王子、私も解放軍に参戦させてもらうわ。かつてコルニア王家に仕えた身、祖国解放に協力させてちょうだい。こちらこそ願ってもない。どうかよろしく頼む。ボーモン様、もうおしまいだ。任務失敗など到底許されないだろう。ボーモン様、どちらへ。一つ当てがあってな。遠い遠い地だ。ついてくるか。もちろんです。どこへでもお供します。そうかそうか、なら来るといい。共に武器などを捨てて新しい商売を始めるとしよう。うちは武具専門店だ。買い取りもやってるぜ。ありがとな。また来てくれよな。
殿下、ベレニスが戦いを挑んできたと聞きました。彼女を知っているのか。はい。クライブ、あんたも解放軍に参加してたのか。私の話をするつもりなら余計なことは言うなよ。お前は知らないとは思うが、アレイン殿下はイレニア様の遺嗣、正当なコルニア継承者だ。殿下と戦う必要はないだろう。へえ、なるほどね。じゃあなおさらだ。ガレリウスと戦える力があるか、この私が見てやるよ。ベレニス。構わない。ここでやられるようではガレリウスを倒すなど到底無理な話だ。言うね。期待してるよ、王子様。よし、行こう。僕も出撃する。出撃する。標的は誰だ。出番か。考えるんだ。僕をどう使うの。標的は誰だ。はい、狙いは互い。いいよ、命令して。うん。さて、行くぞ。撃ち抜く。見るよ。使えそうじゃない？これ。目標地点だよ。出番か。標的は誰だ。進もう。俺が相手だ。触れさせません。かかったわね。無意味だ。後に続くぞ。自分ね。かかったね。お返しを。ぶっ殴る。切り刻む。僕をどう使うの。うん、かかってこい。好きにはさせ。狙いは互い。俺が相手だ。お守りします。やってくれたね。反撃よ。焦るか。また一つだ。しっ。手当てを。
勝利を積み重ねよう。さて、よし、好きにはさせない。私が立てる。もっと強くならねば。やったぞ。出番か。はい、お呼びですか。進もう。いいよ、命令して。僕もそれがいいと思う。ここは抑えた。どう出るべきか考えるんだ。出ます、神のお導きを。行きます。はい、そちらですね。撃ち抜く。回復すれば。狙う。回復よ。受けてみよう。出番か。了解しました。僕をどう使うの？行ってみるよ。勝利を我らに。しました。神のお導きを。行きます。いいよ、命令して。さて、行くぞ。ここはもう大丈夫です。狙いは互い。力を合わせましょう。勝った。どう使うの？うん、かかってこい。かかった。バレてるぜ。狙う。受けてみよう。何を狙ってる。当然だ。限界か。どう出るべきか向かおう。標的は誰だ？俺が相手だ。支援させていただきます。お守りします。やってくれたね。手当てを。いい調子だ。この力で皆を守りましょう。よし、さて、よし、必ず功績をあげるんだ。行ってみるよ。出陣します。いかがいたしましょう。お任せを。私の出番でしょうか。そちらですね。制圧した。どう出るべきか。行くぞ。手加減はせぬ。アタッキル。防御を固める。反撃よ。切り裂け。切り裂け。手当てを。
こまで強くなるんだ俺は。私めにお任せを。仰せのままに。着きましたぞ。来るがいい。さあ来い。触れさせません。やったぞ。好きにはさせない。私がやってくれたね。回復を。休みましょう。あとに続くぞ。大丈夫ですか。よし。何なりと。お任せを。私が相手だ。さあ、あんたたちの腕見せてもらうよ。この戦いに何の意味が。まったくたるい男だね。さっさとかかってきな。しないでみせろ。いかがいたしましょう。考えるんだ。向かおう。良いものを拾いましたよ。到着しました。さあ来い。やらせません。さすがにやるね。ここは俺が切り裂け。手当て。このまま行こう。もっとお役に立てそうです。勝利を積み重ねよう。想像以上だ。やるね、あんた。だが、まだ終わっちゃいないよ。もういいだろう。決着はついた。ベレニス、そこまでにしておけ。もう殿下の実力は分かっただろう。そうだね。久々に悪い癖が出ちまったよ。確かに実力は本物だ。砦と村はあんたに任せる。代わりと言っちゃなんだが、私も仲間に加えてもらえないか。ガレリウスを討ち取るならあんたについて行った方が早そうだ。腕の立つ傭兵は大歓迎だ。君の力を貸してほしい。ありがとよ。ご期待には応えてみせるさ。クライブもよろしくな。ところでクライブが言いかけていたベレニスの話って何だったんだ。ああ、覚えてたのか。殿下、それはですね。言うなよ、クライブ。余計気になるな。はあ、本当に大したことないんだよ。騎士団の喧嘩が原因で追放されて傭兵になったって話さ。
原因はゲイリーという貴族にあり、ベレニスに非はありませんでしたが。過ぎた話だ、もういいだろう。それじゃあ改めてよろしくな。うちは武具専門店だ。買い取りもやってるぜ。you
さて行くか。撤退するよ。命令かい？役に立てそうにないね。ちょっとは楽できそうだ。